風に流され疲れた翼、止まった枝の上に木漏れ日が暖かい。今日は少し冒険して遠くまで来てしまった。帰り道にあの人の家に寄って、彼がいつも用意しててくれる2階の窓辺のお米を食べる。暗くならないうちに帰らなくちゃ、飛んでる背中に西日が暖かい。今日は少し調子に乗って、あの人の手のひらに乗ってしまった。帰ったら台所仕事の母の耳元で、今日一日を話してあげる。帰ったら台所仕事の母の耳元で、今日一日を話してあげる。